バタヤンプロジェクトシーズン2ということで、4月新年度になりました。ちょっとですね、運動を変えていこうと思っております。ちょこちょこ、その方が楽しく続けられるかなと思って、でストレッチもですね、ちょっとずつ変えていきます。もうストレッチもしっかりストレッチをしようということで、もう30秒勝手に測ってやっていきます。まずはこう肩、いつも通りこれね、でこ、あの手、ここ持てる人は持つ、持てない人は足首とかで構いません。でそれで思いっきりこう動かしながら、これを30秒いきます。もうしっかりストレッチで、もうこれだけで汗かくぐらいのストレッチを今からやっていきます。いきますせー、よーい、スタート。よし、ここも腰肉から脇伸ばしながら、手つかない方はここで結構です。しっかりこの太ももの裏を伸ばして、しっかり伸ばしながら、もうね、ちょっと今日はストレッチの時初めてのあれやから、あんま喋らんとやるようにするわ。はーい、次反対30秒いきます。なるべく遠くまで、そして大きめいきますよ。せーの、太ももの裏伸ばして、ここも伸ばして、しっかり息も吐いてください。もうしっかりストレッチや、これから。 OK、 次はこうやって膝を抱える、抱えてこう体を後ろにこう引く、肩を引いた時にここが伸びるから、肩も動かしながら、ここのお尻のも伸ばします。これ30秒いきます、よーい。なんかこのストレッチをやるだけでも体の代謝が上がって痩せやすい体になるねんて。こうぐーっとやるよりもしっかりと、だから今日は運動する気ないなという方も、この今からやるストレッチをやるだけでも十分だと思います。 OK、 次反対、ここ持っていきますよ。はい、お尻も伸ばしながら、肩も動かして、後ろに引いた時にここに効いてるの分かりますか？さらに効く、さらに効く。OK、 次は足の股関節、できるところまで伸ばして後ろ前行きますよ。行きます、よーい、後ろ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 、股関節しっかり伸ばすように、後ろ後ろ後ろ、後ろ後ろ後ろ、後ろ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 。 OK、 次はこれ、ここで前の股関節、ここしっかり伸ばします。いきますよ、これも30秒、どっちの足でも構いません。よーい、よし、こうしっかり、結構これだけ、これやってるだけでもしんどいと思う。
ケー、次反対。熱っ、もうこれだけで熱いよ。何これ、冷やし目切ってるからかな。反対いきます。よーい、はい、とにかくこの股関節はしっかり伸ばす。体を動かしながら伸ばしましょう皆さん。 OK、 次はですね、お尻を思いっきりトントントン、これ30秒間いきます。よーい、もう結構これだけで結構大変なあれでしょ。これはここをほんのり伸ばしているという感じなんだって。熱い、もうこれ部屋ちょっと締め切ったら熱いな。もうこれからこのストレッチは絶対やりますよ。よし、次はこう足でつま先を触る。よし、これ30秒いきます。いきますよ、よーい、スタート。足を真横に上げる。これ30秒左右いきます。よーい、はい、こうでもいいしこうでもいいし、自分のバランスの取りやすいように、足はなるべく自分の上げられるところまで、ここが限界ならここでも大丈夫です。次反対いきます。熱い、よーい、はい、こうでも大丈夫、私はこの方がやりやすいから。次はこれ、これをギュギュッと30秒、ここも伸ばしながら肩もぐんぐん入れていきます。いくよ、よーい、スタート。しっかり入れていってくださいよ。足の裏も伸ばしながら。 OK、 次はこれで後ろに反る。いきます、よーい、はい、もうちょっと。
て、あとこれ最後最後でおしまい。手を持って、これ30秒ずついきまーす。よーい、よし。ここ全部ね。次反対いきます。よーい、はい、私これだけで足抱くや。もうちょっとラスト10秒。じゃあ深呼吸。ふー、はあ、気持ちいい。これで終わりたいぐらい。ふー、はい、ラスト。ふー、よし、じゃあ運動いっちゃいましょう。まずプランク。よし、じゃあ行きます。まずプランク1分。普通のプランクで結構です。プランクできない人は膝ついて、このままでも大丈夫です。肩と膝の位置は一緒でお願いいたします。よーい、スタート。よし、もう皆さん4月入りました。来年ちょうど今から1年後はうちの一番末っ子が小学校入学1年生になるのよ。今年長になったから、この4月から。だからその時に卒園式もあって入学式もあるから、その時にはですね、かっこいい、ちょっともう45歳、その時46歳だってのか、46歳になっていてもかっこいいお母さんでちょっとでもいられるように、ちょっと1年間このしっかりストレッチも加えて頑張りたいと思っておりますね。歯の矯正もさ、子供が入学式の時にはまっすぐなるようにって、今はのマスピースやってるけど、これが剥がれてくるからね。これ息止めないようにしてくださいね。 OK、 よっしゃ。次ちょんちょん1本いきます。もう腹筋関係は こんだけ、お腹関係。なんでか言ったら、他の運動でもう1個の運動で腹筋、お腹周り今回やってるから、お腹周りやるときはお腹周り少なめでいっちゃいましょう。じゃあちょんちょん、これね、これ1分間、ラスト10秒足伸ばしていける方いっちゃいましょう。いきますよ。よし、よーい、1分間、よーい、ちょんちょんスタート。はい、なるべく足がこう開かないようにひっつけるイメージで、はい、半分いったよ。あと30秒。あと10秒出し伸ばします。頑張れ。あー、足伸ばし伸ばしいった。頑張ったぞ、みんな頑張ったぞ。次、新しい運動いきますよ。寝転がって足の裏をひっつけて、ここでカエルみたいな足にする。カエル足の足にしたら斜め45度で上げる。カエルの足、斜め45度、
カエルの足斜め45度、これ腰が痛いなと思う方は下のところに手を入れてくださって結構です。分解いきますよ、よーい、はい、カエルの足斜め45度、カエルの足斜め45度、カエル伸ばす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 、カエル、あ、だだ、カエル伸ばす、カエル伸ばす、伸ばす、カエル伸ばす、腰の下のところに手を入れた方がいいかもわかれへん、カエル伸ばす、カエル伸ばす、カエル伸ばす、伸ばすときに足と足ちゃんと引っ付けてくださいよ、カエル伸ばす、カエル長いな見えへん、カエル伸ばす、おっしゃ頑張った。次は45度のとこでクロス、クロス、クロス、足パカの上バージョンじゃなくて斜め45度バージョンいきます。しんどい、いきます。やっぱストレッチが効いてんねん、あれストレッチが結構運動系のストレッチやったから、いきます。1分間よーい、はい、クロス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 、これ結構効いてます。あー、よし、クロス、息止めない、もう30秒過ぎてんのかな、私がなんせ見えへんから、はあ、あともう10秒ぐらい、はあ、オッケー、よし、次スクワット、かかと上げ下げ、かかと上げるスクワット20回いっちゃいます。むちゃくちゃ熱いな、これ20回ね、ワイドスクワットで足を上げて、でつま先の方向にここを開げる、あの膝とつま先の方向は一緒、下げたら上げて下ろして立つ、下げたら上げて下ろして立つ、いいですか、いきますよ、20回、よーいスタート、下げて上げて、1、2、3、14、15、あと5回、16、17、18、19、
20、これ多分20回やな。言ってからやったんか、やってから言ったんか、よう分からへんけど、多分これ20回やってますや。よっしゃ、次は、お尻パン割っちゃいますよ、15回ずつ。みんな好きなパンパンパパンや。ただパンパンパパンも、ちょっと変えます。これちょっと次、さらにしんどくなってるパンパンパパンいくよ。前はこうやって足乗せてこうやってたけど、反対足かけない、足伸ばす。足伸ばしていきます。いきますよ。これで1ね。いきます。で、骨上げた時に骨盤が斜めにならないように骨盤まっすぐで15回いきます。いきますよ。よーい。1、パン !2、パン !3、パン !4、パン !5、パン !6、パン !7、パン !8、パン !9、パン !10、パン !11、パン12、パン !13、パン !14、パン !15、パン!むっちゃ効くな!熱い、べちょべちょ回せ。はい、反対いきます。上げた時骨盤がまっすぐなるように上げてください。意識していきます。1、パン2、パン3、パン4、パン5、パン6、パン7、パン8、パン9、パン10、パン11、パン12、パン13、パン頑張れ14、パン15、パンパパンパンパパン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 。お疲れ。足上げるだけでもだいぶきつくなったな。よし、次はバストアップで立て20回。これは前と一緒、最後プラス10回もいっちゃいますよ。よし、これでサーキット3分でおしまいやから頑張ろうね。いきます。バストアップで立て1 2 3 4、三角にして腕立て10回いきますよ。いきます。よーい、1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト、熱い、 OK。 次サーキット3分6種類。これでおしまい。熱い今日。やっぱりあのストレッチがなかなか効いてる。皆さんも途中で
汗拭いたり水分補給しながらやってくださいね。よし、じゃあ3分いきますよ。これもちょっとだけ変わってます。フィットになってから5秒後、25秒やって 5秒休憩でいきます。はじめはおなじみスーパーマン、両手を上げてください。よーい、スタート。よし、5秒後からいきます。いくよ。はい、来た。あと10秒。はい、5秒休憩。次はこれでお尻タッチしていきます。はい、始まった。お尻タッチして。お尻にタッチできそうなとこで十分ですよ。触らなくても大丈夫。あともうちょっと。はい、休憩。次は両方でお尻タッチ。いくよ。はい、来た。はい、休憩。次はスーパーマンで足も上げましょう。いきます。あ、もう始まってるか。はい、休憩。次は肩、右手上げて右足上げるやつ。はい、あと5秒。よし、最後はストップね、25秒間。はい。あともうちょっとやで10秒切ってます。2、1。お疲れ。お疲れ。今日の運動これでおしまい。明日もやるぞ。暑い。はい、肩グーッとしてください。腰をしっかり伸ばして。よいしょ。いつも通りに行きましょう。はじめのあのストレッチをちょっとやるだけで、だいぶこの運動効果というか、それがだいぶ上がってるから、それはちょっといいことやと思う。このままいけるか。だいぶ広がってるから。よし。ここしっかり伸ばしましょうね。よし、ね、ここも。よし。どうしてもやっぱこっちが上がってもんな。
皆さんはあるやっぱりこういうの上がる方、上がる方をしっかり押さえて、ちょっとこうやってちょこちょこ運動変えていくのいいかもしれへんね。運動をちょっと変えていきましょう、うん、次回もほんでこれからも月に1回だけの体重測定にしますね。体重体脂肪測定2週に1回じゃなくて一番最後の週だから、これで言うたら2020日になるのかな、今月の2週後。よし、とにかく月の最後の方に、よし、よいしょ、はい、ここしっかり伸ばして、だからほんま初めは30秒とかってやってるから、あれぐらいしっかりやらなあかんってことやわな、伸ばしたりするのも。なんかそんなさ30秒するぐらいって運動をしっかりした方がいいかなと思うけど、でもやっぱりストレッチをしっかりすることも大切やって、あとグーッと伸ばせてないから、でもこう開けたから動かすことも大切やっていうね、ことでございます。よし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 、でここ肩グーッとやりましょう。よし、結構肩周りとかもだいぶ柔らかくなってるんちゃうかな、皆さんどうですか。二の腕をずっとやってたのもあって、だからこれちょっとあの腹筋の間ちょっと少ないけど、これ多分前回に比べたら運動ちょっと少なくなってんねんけど、なんでか言うたらもう腹筋のやつもあるから、だから皆さんちょっとじゃあもう腹筋もね、腹筋をやらなあかんという風になるでしょ、こうなればそれも思って、こっちの方を少なめにしようかなというふうに思ってます。よしよし、順番バラバラやけど、よし、この股関節も伸ばしとこう。よいしょ、痛気持ちいいね、痛気持ちいいで、よいしょよし、よいしょ、よし、最後こうやって伸ばしましょう。これなんか猫のポーズもいってますね。猫のポーズ。猫のポーズ。よし。おい、OK おしまい。これは、初めのストレッチからいったら結構、いつもよりも運動量が少ないねんけれども、いつもよりも筋肉が燃える量が増えてることだと思います。これプラスこの後腹筋をやってくださることもおすすめいたします。では今週今月この新しい運動に取り入れましたので、一緒に頑張りましょう。ほな、来年の4月にはちょっとまた違う体になってますように、またこの新年度1年間頑張りましょう。